ナタリア・イリエンコが登場いたします。ケンモトさんはこの選手を大変高く評価されてるんですね、個人総合の筆頭に挙げたんですけれども、あの自由演技の時にね、あの2種目失敗しましたね。そうでした。試合の時にはあの個人総合1位にいたんですよね。そうです、私はあのこのイリエンコとグナー君があの優勝の筆頭に上がるんじゃないかと思ったんですけども。さあどうぞ、15歳の中学生イリエンコが演じました。見事なゆかの演技であります。まだまだこの人はこれから力をつけて伸びる選手ですね、そうですね。ダブル宙返り、それから2回ひねり、最後がダブル宙返り、一のダブル宙返りでしたね、最後が、これは一番最初のところですね。後転跳びから転法宙返り、そしてまた後転跳びから2回宙返りですからね。立派なもんでしたね。強いですね、強いです。この辺は。そして動きも非常に鮮やかでね、いい動きをしますね。この選手があの線も非常に綺麗なものを出す選手ですね。この選手はぜひ日本の皆様に見てもらいたいと思います。9.95 が出ました。得点 9.95 が出ております。